おまんたせ。引っ張るやん。70万人、むっちゃ引きずるやん。素敵やん。ヘイコロトケさん、こんばんは。深夜の放送部タクです。今回はですね、10万人ごとの名場面集というのはやらないつもりだったんですが、まあ、何が頭の中で起きたのか、やっぱりやることにしましたね。なんじゃそりゃーゴースまあ、ちょっと20分ぐらい長いんで、なんか暇つぶし程度で見ていただければなというふうに思います。では、早速一気に振り返っていきましょう。まずは皆様登録者61万人ありがとうございます。今回も祝辞たくさん来てましたね。こちら負けるなということで、3ヶ月でカジサックの野郎が到達した登録者の写真ですね。大負けですよね。負け犬とでも呼んでください。さらにこちらカタールの中古車61万カタールリアル店。うん、ジャパニーズマネーがわからん。ただなかなかいい車ですね。気持ちいいんです。以上、登録者61万人いるのに Twitter は16万人しかいなくて、 YouTube のタックのことだけが好きと分かってきた悲しい男のだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。まずは皆様登録者62万人ありがとうございます。まあね、そんなおまんたちはムーニーマンでも履いてろって言うとりますけども、まあ、今回もたくさんの祝辞をいただきました。ご紹介いたします。登録者62万人といえばこちら、ムニキセってね、嫌です。さらにこちら、宮古島の中古車の値段、フラワーアーチがつき始めたわ、おしゃれに。ギリギリやのこれ。まずは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 登録者63万人ありがとうございます。ええー、声やね。カニクリームコロッケ、いつものあれいきましょう。登録者63万人といえばこちら、宮古島中古車気持ちいい。さらにこちら、63式水陸用戦車ドーン、気持ちいいです。こんばんは。まずはこちらのニュースです。タック TV チャンネル登録者数が65万人を突破しました。少し休ませてくださいと言いますか、28日未明ラジオ系 YouTuber タック TV が登録者数65万人を突破したことを報告いたしました。活動休止報告と同時に突破したこともあり、本人曰くツイートするか小1時間悩んだとコメントをしております。多くのリスナーからは、無理したらこっぞむっつなど数字にちなんだ脅迫が数百件寄せられ、これに対し本人はやってみろ、まとめてかかってこい、うじむしとコメントを残しております。さらに登録者数にちなんだ宮古島の中古車の写真も送られ、本人はこのお値段気持ちいいんですと回答を行っております。以上、最初のニュースでした。まずは皆様登録者66万人ありがとうございます。どうでもいいんですけど、これ2回目なんですけど、マイクの音声が入ってなかったんすよね。まあ、めでたい日ですから祝辞を紹介します。登録者66万人といえばこちら、あと1個つけたら666なんだよねってこと、おじつけメイソン気持ちいいんです。さらにこちら、虫殺すぞってね、やってみろよバカ野郎、飾り過去だ野郎、もういい木村帰ろう。さらにこちら、宮古島の中古車の値段、ハンドル固め、この値段気持ちいいです。以上、そろそろタックも飽きてきているが、嫌いではないのでやめられないタックのだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。よくわかってるじゃないか、そんな君には。まずは皆様登録者67万人ありがとうございます。いやー嬉しいです、ありがとうございます。無理すんなよ、あざます。さらにこちら、ザクシマ GT さんより、宮古島の中古車の値段、しかも今回はご制約済み、この値段気持ちいいです。以上、67万人突破しても愛しのキャンタ君には振り向いてもらえないタックの虚しいだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。振り向いてもらうために髪の毛黒くしたんだもん。さあ皆様登録者68万人ありがとうございます。牢屋に入れられてしまえだそうなんですが、お前もね一緒に入れてやるか、お前をどうにかしてね入ってやろうかなと思ってますけども。それとあとはこちら、宮古島の中古車の値段、この値段気持ちいいんですってこう言いたくない日です、ね、すいません。まずは皆様登録者69万人ありがとう。カードを買うなら有楽者カマス右ストレートエロール自慢、マウンテーションは常にマックスサイン、69ならば69ロックに決める、これでいいんです。今日は登録者増えて気持ちいいんです。今回9代目タッグTVはこちら、ツイッターネーム缶コーヒーさん7割増しに決定しました。おめでとうございます。はい、皆様今映っておりますこちらの絵でございます。7割増しとありますが、僕にはですね素材を生かしたすごくいい絵だと思っております。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、イルミナティメイソン、セキタクスゼイヤ、セキタクスゼイヤです。本日2月14日、童貞からすれば悪魔の数字、フリーパートナー、AKO 43。アキオは嫌いでも都市伝説は嫌いにならないでくだっぺ。皆さんこんばんはタックです。今年もやります。先日放送されたやりすぎ都市伝説、今回も残念ながら旅番組じゃないかと少し酷評でした。しかし生まれたパワーワードは過去最高。本日も番組内で生まれた新たなパワーワードを発表していきます。それでは皆さんご一緒にチャネリング。どうも皆さんこんばんは、少しだけお邪魔しますセキルバーグです。本日は先日発表された新紙幣に関する報道、新たに描かれる3人にはとある都市伝説が存在していると言われているよね。一体何をした人なのか、そして都市伝説とは何なのか、今夜はお話ししていきたくさ、アボリヒューマロイドミニミニコージードリームイルミナメイソンタクスゼア。
長い。どうも皆さんこんばんは。ゴールデンウィークはパラレルワールドを3泊5日しておりました。あ、関崎スネアンです。本日はただいまオーストラリアで問題になっているとある疑惑、行方不明になった弟を探す兄、発見された場所は想像を絶するものでした。いいね。一体弟に何があったのか、本日はその真相についてお話ししていきたくすぜやん。完全に五月病だよね。アーメン。どうも皆さんお久しぶりです。本家よりも露出が多くなったよね。関崎スネアンです。どうも皆さんこんばんは。急なんだけど新しい年号を考えてきました。こちらパンドラ。関崎スネアンです。本日の舞台は中国の中心部に位置するセンセンショ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 ンの山岳部に実在した長山村。いやー怖いなー怖いなー。家の鍵をポケットにそのまま入れる人怖いですよね。申し遅れました。私稲荷の外が万事と申します。皆さん偶然って怖いですよね。昔住んでた家にですね、宗教の勧誘をしに来る20代ぐらいの女性がいたんですね。まあ当時子供ですから、ナンパですかなんて言ってたわけだ。すると親戚の集まりがありましてね、10個以上離れたいとこに会えるもんで楽しみにしてたんですよね。当日になりついてみると、ご兄弟のお兄ちゃんの隣に宗教勧誘の女が座ってるんですよ。とっさにね、ああナンパした、何やってるのなんて言っちゃったんですね。その女ね、ご兄弟のお兄ちゃんの彼女だったんですよね。ビタッと空気が凍りつきましてね、ご兄弟の兄ちゃんはあなんて聞いたこともない声を上げるもんだから、その女に目線をもう一度ずらしたんですよ。ナイフ構えたワシオゴータみたいな顔してるんですね。幼心と偶然って怖いですよね。今日はそんな話です。いやー怖いなー怖いなー。皆さんお久しぶりです。私稲荷の外側万事と申します。いやーさすがねー、まだヨーダぐらい小さい頃ですかね、家に消防の方が来たことあるんですよね。なんだと思って聞いてみますとね、ガスの匂いがすると通報があったので避難してくれと言うんですよね。実は以前住んでた家の目の前にプロパンガスを運送する会社があったんですよね。いやーまずいなーまずいなー。もし引火しようもんなら家ごとコッパみじんですよ。あたりが一気に騒がしくなりましたね。身支度を済ませて出ようとした時、また消防の方が来るんですよ。神妙な顔してましてね、ボソッとこう言うんですよ。もちでした。うわとなりましてね、話を聞くと向かいの住人が室内で餅を焼いた匂いだったんですよね。外に見たこともない消防車が10台ぐらいいるんですよ。思い出せばその日三が日だったんですよね。もしかしたら正月を楽しんでいたのかも知れません。いやー怖いなー怖いなー。申し遅れました。私稲荷の外が万事と申しますけどもね。皆さんはこの世の中で一番怖いものをご存知でしょうか。一見普通の女の子なんですね。しかしある場所ではとんでもない姿になります。そうですね、裏垢ですね。死ねーなんて平気で言いますからね。そもそも裏って何なんですかね。一生やってるって感じですね。今夜は以上万事でした。いやー怖いなー怖いなー。まだ5月なのに30度、ピースの角度じゃあるまいし怖いなと感じます。あ、申し遅れました。私稲荷の外側万事と申します。これだけでも覚えて帰ってください。ところで特命さんこんばんは。シリアの放送部タッグです。最近ですね、コンビニに並んでましたら体温計みたいなのを買ってる人いたんですよ。いやここで買うと思ってキッショーってなって、なんかちょっと生きてたんですよね。わかりますか、なんかその専門店に行けばもっと安くで買えるのに、なんかコンビニで済まそうとする人っているじゃないですか。隣ココイチでカレー買ってるやつも見たことありますね。生きてるなと思いましたけど、まずは先日の動画においてコンビニで体温計買うやつキッショーと思ってしまい、大変申し訳ございませんでした。動画を3日間もすっぽ抜かしたのはどこのドイツだい。あたすだで。どうも皆さんお久しぶりです。あなたはたです。本日は近年規制の強くなった YouTube、 過激なドッキリや露出、そして飲酒喫煙までもが規制の対象になりました。そして現在 YouTube 界を揺るがす新しい規制が誕生しました。それが子供の出演する動画のコメント欄封鎖。もしも夏が今来たら思い切りコカイン楽しもう。コカイン片手に浜辺でくつろいで、コカイン頭ハイにしよう。コカインが切れるあそこマジカイン。リロ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 リピシューデュクドゥン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 。顔面をこうよく見ればいじめ、起きれば崩しね、寝るとき崩しね、本名タクタクタク TV。お酒って怖いですよね。何が怖いかって、ぶっちゃけそこまで美味しくないってとこですよね。僕も結構飲むんですけど、ぶっちゃけコーラの方がうまくないですか。ビール苦いし、もう焼酎とかロックで行く人に関しては飲む前から酔っ払ってんじゃないのかと思いますけどね。アルコール酔っ払ってもまっすぐ
歩こうぜ。動物は可愛いだけではありません。その野生の本能はアンビリバボーな獰猛さを秘めています。続いては日本で起きた史上最悪の動物事件です。オープニングバトルロワイヤル。鳴り響いた携帯電話、嫌な予感が胸をよぎる。今日の動画消せよ顔チッコ。しまくぞこれ。おまんたせ。企画やめるなら今のうち。安コーチです。クソ企画意味も展開。クソイコールゴミ、新企画イコールチャレンジ、つまり脳なしだった安コーチです。覚えて帰ってください。ハロルドシュワル。ハイサイドボーダクです。あの最近ですかね、僕ちょっと心霊写真の企画をね、夏っぽいんでやろうかなと思ってあの募集したんですよ、ツイッターとかで。そしたらですね、9割おふざけでしたね。あの DM だからほんとめんどくさいんですよ。開いたらコラ画像みたいな、もうメンタルが持ちません。僕が成仏しそうです。あの本気で送っていただいた方には申し訳ございません。やめさせてください。どうも皆様、私笑福亭汚れと申します。皆様はホニャララハラってご存知でしょうか。様々なハラスメントに用いられる略語でございますね。近年では上司によるセクハラ、そしてパワハラなどなどが問題になっておりますね。しかしあまり知られていない〇〇ハラが存在してるんですね。ではクイズです。どんな時も僕が僕らしくあろうとするのは何ハラでしょうか。正解は牧原でした。あるぞこちゃん、バイト中に生きるやつ大体インから入る。ギリギリでいつも生きていたいからタイマー。一度しかない人生だが道は無限にある。有名なカントリージャケットさんが残した言葉ですね。曲がりくねった人生だが一つの道である。続けてこう語っております。僕がちなみに一番好きな言葉でもあります。まあそんなやついないんですけどね。あの昔退学になりそうなことがあって、あの掃除用具入れのロッカーあるでしょ、あれに廊下を走ったやつがですよ、こう僕にぶつかって、僕がそのロッカーに当たって、あのロッカーの扉がぶっ壊れたんですよ。あのもうカシャンカシャンになって、そしたらなんか最終的にぶつかったのは沢村だからっていうことで、あの5000円の請求書見せられて、その下に処分も検討してますって書いてあったんですよ。ってなってさすがに切れましたけどね。まあ一緒にふざけてると思ってたみたいで耳を疑いましたね。何そのドッジボールの片付け合戦ルールと思って、よくよく思い出してみると学校ぐるみで俺いじめられてたわ。結構前なんですけど、たまにこう外にお酒を飲みに行きたくなるわけですよ。で、あの家の近くにガールズバー風なところがあって、まあ、友達とかと集まった時に行ってたわけですよ。ただ会計が2人で行っても9万とか行くんですよ。でもまあその時には酔っ払ってるんで、朝起きてそんなに飲んだみたいな感じで終わってたんですよ。で3回ぐらい行って、なんでそんなに高いのか気づいたんです。そこの店行くたんびに誰かの誕生日なんですよ。なんで酔っ払ってる時に、この子誕生日だからシャンパン開けていいみたいな、マジボッタバースデートゥーユーみたいな。多分あいつら1年で5回ぐらい年取ってますね。どうです。見事に誰もが恨まつまがっとすることができました。天の声を担当しております、中南海キャンディーズの山里です。僕が選んだのは青色の U。 お前全然おもんないぞ。しずちゃんちょっとやめてくれる。これも質問できてました、はい、YouTube を始めたきっかけって何ですかって、まあ、これ聞いてるんですけど、普通だったらこれも載ってるんですよ大体、何に憧れてとか。あ、なるほど、はい、僕が始めた理由は別になんか YouTube で誰々が好きとかがなくて、はい、まず見てなかったんですよ YouTube。 YouTube 一切でも、はい、なんかそのゲーム実況がもともと好きで、はい、ゲーム実況をその、まあ、ニコニコとかから見てて、はい、僕もやろうっつって、その時に、まあ、なんか YouTube で PS4、はい、でできるから、はい、あ、じゃあやろうと。ね、ここの住所見ても、はい、あの女子高生でもないし、はいはい、ちゃんとユータがいるんだよっていう、はい、3人前の出前頼むこともあんまりないしと、はい、それは普通に嫌がらせてるかもしれないんで、ちょっとオブラートに包みましょう、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、汚い動画撮ってましたよそれは。でもそれをウーム入ってから撮ってましたって言ったから、だからなんだってなっちゃうわけですよ。ああ、なるほど。そこで出さなきゃチンチンをと思って、はい、であの時にオチとして立ち上がったらチンチンを出してたっていう感じだった。じゃああれもカズさんが、こんにちはの方がいらっしゃらなかったら、それなかったんですね。そうなんです。結構これ秘話じゃないですか、あの動画の。そうですね。じゃあカズさん、カズさんがチンチンの身の上なんです。言い方あれですよ。この僕と付き合って欲しいとまでは言いません。ここにいる、ここにいる皆様が承認です。僕と YouTube で共同チャンネル作ってください。お願いします。
嫌です。嫌です。聞いてください、ハピリバステトゥーバーズのキャンタク。本日ご交代されました我々勇気と希望を与えてくださったキャッタ様、行く日も来る日もあなた様のことだけを考えます。日本の未来キャッタ様が本日ご交代ラーリーブロンコンポレアーノ。どうして呼んでくれなかったの？では連絡してくれてもいいじゃん。みーはみんな楽しそうで何よりだね。ファーはファキシャラ、ソーは耳を削ぐ、ラーは楽になる、シーは知らん顔、仲間外れ。どうはこんな角度から見てもかっこいい。では恋愛対象、みは魅力しかない、パーはファイナルラブ、ソーはドスイ、ラーはラブ、シーはシャルウィーダンス、もう全部好き。でも鈴木お前はダメだ。キャンタライフマイケル加藤バージョンです。いってみましょう、どうぞ。いつも僕に構ってくれてる。ドド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 ド。ヘイ、つむけてくんありがとう。僕は何もできないけど。に帰ったたびにいつも僕に構ってくれてる。いつもキャンタクありがとう、僕は何もできないけど、何かあるたびにいつも僕に構ってくれてる。いつもキャンタクありがとう、僕は何もできないけど、愛が成熟した証ではございませんか。さあキャンタ君、この気持ちを受け取ってはくれませんか。さあこの気持ちを受け取ってね。だけど立ち向けに僕らのこと、声を大にしてのまま呼べない。さらに遠かろうらか、朝方のいつい涙が出た。いつもキャンタ君ありがとう、僕らは何もできないけど、何かあるたびにいつも僕らを気にかけてくれる。次へも入りますよ。 I want you, I need you, I love you。 どんどん溢れる愛しさ。 I feel you, I touch you, I hold you。 どんどん大きくなってく。Get it!